久保さん。確かに、まあ、久保さんの話聞いて、確かになと思うところがあって、まあ、僕もね、あの、攻略本ね、買ってましたね。<laughs> いや、その、ね、攻略自分で考えて、その、なんかや、やるんだったら、攻略本必要ないじゃないですか。ってか、攻略本あったらつまんねえよって話ですよね。でも、攻略本があるから、 早く進めるみたいな感じで、そこにもまあドラマがありますね、確かに。確かになと。でもまあ、まあ本当にそうで、攻略本があってもその攻略本使わない人もいますからね。まあ紹介コードを入れてインストールするだけだけど、やらない人もいますからね。<laughs> これ1500円もらえる攻略本じゃないですか、誰でも。だけどそれすらやらないっていうね。でも多分やらない人って、たかが1500円なんですよね。 でたかが1500円って言ってる人がお金に困ってるんですけどだ僕はねやっぱね「お金がない」のドラマですごく学びがあったのがうんあのお偉い社長がねお偉い社長が目の前のお金拾って社長室であのお金を入れてるで織田裕二さんは最初お金拾ってニヤニヤしてたんだけど出世して主人公の織田裕二さんが出世して で出世してまああの人が変わってねでなんかお金拾わなくなったんですよね目の前に落ちてるお金全くがん無視みたいなだけどそのそうなったトップの人は拾ってたとうんなんかすげえんか戦略がすごくそのビジネスでかけてるけど目の前のお金しっかり拾ってるっていうね 貯金、貯金、だの豚貯金みたいな、ちょっと入れて、ね、ちゃりみたいな。あれがね、僕、すごくね、未だにもう、何年前に見た、ね <laughs> 相当古いドラマなんですけど、未だにちょっと印象深いですよね。うん だから、まあ、僕は、まあまあ、今後どうなるかわからないですけどもそれを学んだりとか、まあ、いろいろな自分の実体験からうんなんか大事なことをもう理解してる知ってるので多分今後僕,は僕が失敗する可能性は非常に少ないと思いますうん失敗する可能性は非常に少ないですねうん久保さんも失敗する可能性多分少ないですよね まあ何があるかわかんないですよ、そのこのさっき。まあその失敗する可能性以外にもいろんな要素がありますからね。で直近で言うならば、なんかあの、海底海底噴火みたいな感じで津波がどうのこうのっ,ってね、鹿児島どうのこうのって流れて、でまあメッセージもらったんですけど、吉永さん大丈夫ですかみたいな。で全然大丈夫だったんですけど、まあそのね、 あのまあ、コロナもそうですけども、まあね、地震、日本も地震すごいですから、ね、あと富士山噴火っていうのもあるし、まあ、何が起こるか分かんないんで、まあ、不測の事態、自分でそのコントロールできない不測の事態も今後起こるだろうけれども、まあ、阪神・淡路もあったし、東北大震災もあったし、まあ、いろんな自然災害もあるだろうし、だけど、なんかね、攻略できる気がしますね。 うん、それは何で攻略できるかっていうといろんなことを学んでいろんなことを自分で体験してきてであこれはやっとかないといけないなとなんかこれは必要だなっていうのが分かったんで、まあ、そこをやることやっていけばまあ何とでもなるなっていう、うん、そのこれだけはやらないといけないみたいなのは分かってるんでこれだけはやらないといけないっていうのは何かっていうと行動することですね。 まあそれ多分ね何だろだ腑に落ちてるというかみんな知ってるはずなんですよ行動しなければ人生変わらないっていうのは行動しなければ今の状況を変えられないっていうのもなんとなく分かってるはずだし分かってるんだけどももう腑にもうめちゃくちゃ腑に落ちるまで分かってないと思うんですよね 心に刻まれる心で刻まれるほどうーん、本当の助け、本当の救いっていうのは、自らの行動しかないっていうのが僕はもう身に染みて分かってるので、まあどんな状況になってもやりますね。やることでしか切り開けないっていう、人生はね歩かないと歩。歩かないと進まないっていう、その当たり前の現象なんですけど。 久保さん歩かず空中浮遊できますなんかドラゴンボールみたいなね、部空術みたいなね。いや、歩かなくても俺、そ空飛べるぜ、みたいなね。空飛べないっすね。申し訳ないけど。まあ、空飛べるといいっすよね。武空術みたいな。まあ、歩かないと一歩すら進まないっていう。うん。まあ、それがね、もうすごく身に染みて僕は分かってるんで。 どんな状況でもやると、うん、だから何とかなるかなと思いますね。でもみんなやっぱやらないですよね。行動しないんで。うん、だからまあ変わんないんでしょうね。進まないんでしょうね。歩いてないんだから。だからまあ千里の位もい千里の道も一歩からみたいなね話ですけど。うん。一歩。 ねスタートしなければ千里の道は到達できないと逆に言うとその一歩からすべてがスタートするしその一歩積み上げることによって千,千里の道もね歩めるっていうことでまあそれが事実じゃないですか、うん、事実以外何でもないので、うん、やるしかねえっていうの、ね、やるしかねえんですよ やるしかねえっつうのを心の中もう心の奥奥奥奥奥奥もう根本的なねもう本当に奥底井戸の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 も真下の中にこうあのそういうのがないとまあできないかもしれないですね。いってらっしゃい。